スを変えてくるのか、変えてこないのか。それでは参りましょう。波動ファイト。さあ、まず幕府のステータスから見ていきましょう。一番奥側、拓磨選手5221、真ん中金時選手1135、そして森選手が4231ですね。対するガチコイン、一番奥が今しゃがんでますルー君選手5311、そして、その後ろにいますあっちゃん選手1135の手前やべち選手3241といった形となっております。さあ、どちらもね、今までのステータスと同じ編成でやってまいりました。ガチ恋がまずは3点のリードです。ここシールドをうまく使いながら点数を重ねていきたい。後ろに下がる前に対面にいる拓磨選手、ルーク選手が点数を取っていきます。ここで4点目、残り時間は30秒。さあ、点数を重ねていく。シードに隠れながら、このルー君選手、あっちゃん選手の1枚をめがけて打っていきたい。残り時間は20秒です。さあ、うまく点数を重ねていく。ここで点数を取った金時選手、残り時間は10秒。この4点差はでかいか。さあ、お互いに強いシールドはもうない。攻めていきたい。またも金時選手だが、しかしやべつ選手取った。さあ、試合終了。2対7、ガチ恋の勝利です。あー。